より新型コロナウイルス感染症に係る知事会見を開催されます。では玉城知事からコメントをお願いいたします。はい、ではコメントをお願いいたします。沖縄県が緊急事態宣言の措置区域に指定され1週間余りが経ちました。本日県内で142名の新規感染者が確認されています。先週土曜日5月29日に335名と過去最多の新規感染者が確認され、本日県内の療養者数は2569名となっております。新規感染者の増加と連動し入院者の数も増えており、本日時点過去最多を更新し560名、自宅療養者数も1140名と過去最多を更新しています。感染者の増加に伴い県内の医療提供体制の危機は日に日に深刻さを増しております。多くの医療機関がこの危機を乗り越えるため最大限の努力でもって病床数を増やすなどのご対応に取り組んでいただいているところですが、新型コロナへの対応で一般の病床にも影響が出ております。少しでも医療現場の負担を軽減するため県では新たな宿泊療養施設の確保に取り組むとともに、今後予想される救急搬送時の入院先の調整に時間を要する事態に備え、感染者の一時待機場所の確保に向け検討を行っているところです。県は緊急事態宣言の期間中、県民の皆様や数多くの業界などに様々な要請やお願いをしておりますが、皆様に感染防止対策の徹底などをお願いするとともに、現在の危機的な状況に対し以下のことに取り組むことといたしましたのでお知らせいたします。まず学校現場での感染拡大を防ぎ、児童生徒の教育機会を守るため、コロナ対策本部内に学校 PCR 支援チームを設置することとしました。学校 PCR 支援チームは小中高校の学校関係者に感染者が発生した場合、いち早くクラスなどの接触者に迅速な PCR 検査を実施いたします。感染者の内訳を見ますと、10代の感染者の増加が多く確認されております。子どもたちは重症化しにくいと言われていますが、やはり子どもの感染は軽症であってもご家族の付き添いや世話など家庭にも影響が出ます。子どもたちを守るのは大人の責任です。子どもたちの学校での感染は大人の感染が家庭内に入り込み、それが学校に持ち込まれその他の家庭に移っていくというプロセスが想定されることから、県民の皆さん今一度自身の行動を振り返って一層の感染防止に努めていただきますよう心からお願いいたします。また従来から定期検査として従事者に PCR 検査を行っている高齢者施設に加えて、保育施設や障害者施設でも定期検査を実施できるよう準備を進めてまいります。まだワクチン接種の対象ではない子どもたちを守るため、そして保護者の皆様の安心にもつながるようしっかりと取り組んでまいります。次に離島空港における PCR 検査についてです。沖縄県は島嶼県であるため、空港、港湾等における水際対策の徹底が重要と考えています。そのため県では、出発地での事前の PCR 検査などの受検を者に求めるとともに、この体制の整備を国に強く求めているところですが、やむを得ない事情により出発地での検査を受けられなかった方などを対象に、本土からの直行便の就航する宮古空港、下地島空港、新石垣空港においても、PCR 検査が受けられる体制をいたしました。希望者を対象に本日5月11日から予約専用サイトで受付を開始し、6月曜日から検査を始めます。次に飲食店への取り組みについてです。県では飲食店に対してまん延防止等重点措置期間から営業時間の短縮要請、緊急事態措置の開始以降は休業も含めて要請をさせていただいております。多くの飲食店にご協力いただいている一方で、ご協力をいただけていない店舗については職員の見回り等を通じて
何とか要請に応じていただけるよう努めているところです。しかし残念ながら今般の感染拡大では飲食店が感染源と思われる事例の増加を確認していることから、県としてはこの要請に応じていただけない店舗に対しては循環体制の強化及び強い体制を持って臨んでまいります。しっかりと業種別のガイドライン等の遵守に取り組んでいただいている飲食店には引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。県ではこの感染抑止の期間中、安全安心な店舗を確認し、その後の支援につなげるため、沖縄感染防止対策認証制度の申請受付案内を県ホームページで開始いたします。飲食店の皆様におかれましては、安全安心な店舗を目指していただき、実施をしていただき、そしてそれらの取り組みを認められた上で、緊急事態宣言の終了後には、対策の有料店舗として紹介をしてまいりたいと思います。積極的に認証を取得いただきますようよろしくお願いいたします。そして切り札となるワクチン接種の加速化についてです。県民の皆様に従来の安心した生活を取り戻していただくためには、多くの県民にぜひワクチンを接種していただき、集団の抵抗力を高めることが必要です。6月中には県にすべての高齢者分のワクチンが入ってまいります。今日現在 13% の高齢者の方々に1回目の接種が終了したところですが、市町村におけるワクチン接種を保管するため、県では夕方や休日にも接種が受けられるワクチン広域接種センターの設置を進めています。本日新型コロナ対策本部会議にて、中部地区は沖縄コンベンションセンターに、南部地区は那覇市の県立武道館のアリーナ棟に設置することが確認されました。今後6月中旬から広域接種センターの運営を行い、重症化リスクの高い高齢者へのワクチン接種を加速させていくとともに、接種センターにおける接種対象の拡充について国及び市町村と調整を図ってまいりたいと思います。県では緊急事態宣言の期間中、職員一丸となって全力で感染対策に取り組んでいるところであり、また多くの方からご支援ご協力をいただいております。感染者の急増に伴い増えている自宅療養の方への体調管理について多くの職員で対応しているところですが、電話機を無料対応いただいている沖縄セルラー電話株式会社様、また看護師の派遣をいただいております NPO 法人ジャパンハート様や、専門的な立場から多くの方々を派遣いただいている厚生労働省、国立感染症研究所の皆様などなど、本当に感謝を申し上げます。感染防止対策に懸命に取り組んでいただいている方々には心から感謝を申し上げます。この危機的な状況を乗り越えるため、県では看護業務等に従事していただける方がさらに必要と考えており、本日私から全国知事会の飯泉会長へ電話をさせていただき、全国知事会で看護師の派遣についてのお願いをさせていただきました。事務方からは、文書で、しっかりと、要請をさせていただいています。そして引き続き県内でも募集も行っておりますので、ご協力いただける方、ぜひ沖縄県看護協会ナースセンター098-888-3127 までご連絡をお願いします。このように多くの方にご協力をいただきながらの緊急事態措置の開始から1週間余りが経つにもかかわらず、県の感染状況は非常に厳しく、変異株への置き換わりも進み、感染拡大局面から脱しておりません。依然として20代30代の感染拡大が抑えられず、家族や職場に影響が出ており、危機的な状況です。ですから20代30代の皆さんも、今しばらくはレクリエーションや友達同士、仕事仲間との飲食、飲み会などは控えてください。よろしくお願いいたします。感染力の強い変異株等の影響もあり、感染は市中での広がりを見せています。この感染状況を踏まえるに、県民の皆様お一人一人の生活が、例えば通勤、通学路、職場、普段よく使うお店といった中にも感染リスクが潜んでいる可能性はあります。新型コロナの感染リスクが身近に迫っていることを考え、
普段通りの生活をしても新型コロナウイルスと接触する可能性が高くならないよう、不要不急の外出は控えていただきますようよろしくお願いいたします。不要不急の渡航の自粛もよろしくお願いいたします。県民の皆様には今一度従来からの感染対策を見直し、うつらない、うつさないという警戒心をさらに高めた感染防止対策の徹底をお願いいたします。一日一日マスクをつけた会話をする、手指の消毒をする、人と人との空間距離を空ける、3密を避ける、家に帰った時や日中職場などでも時折うがいをするなどなど、ぜひその一日一日の対策をこれからも続けてください。県としましても県民の皆様の安全安心な暮らしを取り戻すため全力で取り組んでまいります。何卒ご理解とご協力、すべての県民の皆さんのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。発表は以上です。はい、よろしくお願いします。学校 PCR チームを設置することとしたについて、はい、このチームの、具体的な、役割のご説明がいただきたいというのが1点、はい、先にお答えいただいています。学校 PCR の、あれを出してください。これが全体のスキームズになっています。まず学校で、クラスの中あるいは部活動をしている中で子どもたち、あるいはこれは もちろん先生もそうですけども、発生者が出た場合にはこのご覧の流れでまず対策本部に連絡が来て保健所とは情報を共有します。で検査の調整をし、容器を直接検査機関に運んでいくか、あるいは教育事務所等を通して容器を受け取ります。さらには検査の手配をして検査機関で行政検査を行います。そして検査結果については PCR チーム、それから保健所でまた情報を共有いたします。つまりやはりより少ない人数でより早くその感染拡大を抑え込んでいくということから、この学校現場での感染拡大防止と、そして早期の子どもたちが学校に戻れる、授業に戻れるということを目的としてこの学校 PCR 支援チームを動かしていこうということにしたものであります。発症者が出た学校に対して働かれていくというイメージです。そういうことです。はい、細かいことはぜひ、はい、総括情報部です。従来でしたら発症者が出た場合に、保健所に連絡をして濃厚接触者の特定をした後に検査を調整するという流れで、今その現在の感染状況からなかなかそこが今スムーズに進まないところもありますけれども、この学校 PCR チームは、学校から直接連絡を受けて、すぐ行うのは検査の調整です。1人クラスに出た場合はその周りを検査をするというようなことをあらかじめ決めてですね、すぐにその検体容器を学校に運んで、第一、小学生だったら第一取れますけど、その第一を、速やかに検査の方に運ぶということで、どのくらい広がっているかというのをまず、その特定するということで、その後保健所の方から濃厚接触者等の指導などが入るということが決まります。学校現場で、検査が行われる、はい、これまでも学校現場でこうパワーを打ったりすることがありましたので、学校現場で検体を取ってそれを直接検査の方に回すという形で、もう一点なんですが、離島高校での PCR は体制を整えたという体制をもう整えたということでよろしければ、はい、検査用途なども教えていただきます。来てるかな。じゃあ、羽鳥さんお願いします。
はい、今回のこの移動 PCR ですけど、まず予約サイトがございまして、そこに予約をしていただきます。で、あとの流れですけども、まあ、東京都と同じパターンですね。まあ、移動の場合はちょっと、ベクトルの裏側の検査を持っているところと、あとは、離婚高校の施設内のところがございますので、そこに行って、まあ、なくてもなくなった形で、自ら検査をして、それを、今本土の残って検査して、その結果を出すというのです。あ、そういうことになります。よろしいでしょうか。では次に、現代管理者の実質通信さんお願いします。先日通信の方はい、はい、よろしくお願いします。宣言の効果についてお伺いしたいんですけれども、1週間経ってね、拡大局面からしていないとおっしゃってたんですけれども、若者の感染だったりとか、飲食店の受ける感染というか、依然として多いことについて、県民の中では宣言慣れみたいな感覚を回しとして感じていらっしゃれば、教えていただきたいなと、もしそうであれば、残りの3週間、宣言の期間で、どう収束させられるという、見通し、見通し立てないということなのかどうか。やはり日々のですね、その、目標数値まで、どのようになっているかということの、感染の拡大あるいは、収束のその方向性はしっかりとこの数値に照らしてみなければいけません。しかしやはり緊急事態宣言から1週間が経ってまだずっと、下がっていかないという状況を考えますと、今後は、なお強い措置を皆様にも取っていただかなくてはいけないだろうということも、我々としては、それを予測した対応についても、日々協議をしていかないといけないだろうということで、認識をしております。では総務省の皆様からご質問をお受けします。ご質問ございますでしょうか。毎日新聞さんどうぞ。はい、EMT の出展についてお伺いします。平和記念公園です。先日知事は昨年度規模を大幅に縮小するという見通しに示されましたけれども、総理や関東大臣もですね、県外からの招待も含めてどのように開催するかお考えで、はい、基本的に県外から のご招待は、今回は控えるということになっております。これは要人 のスケジュールですとか、その要人が来られた場合の警備の体制とか、もう前もって早期にそのような対応対処を決めておかなければいけないということもありましたので、今般はやはり昨年同様規模を縮小して開催せざるを得ないということで、連絡はいつしたんでしたっけ。先週、すみません、日にちははっきりしてないんですけども、そのようにお伝えをしているということです。他にご質問ございますか。新報さんどうぞ。経済新報の平田です。はい、何点かお伺いしたいんですけれども、先ほど記事の発表の中で、コロナの対応で一般病床に影響が出ているということで、新たな宿泊施設の確保とか、自治体的に場所の確保というお話があります。はい、具体的に、待っている場所だったり、いつから始めるか含めて、教えていただけますか。はい、そのいずれについても、今その場所の選定等を含めて、いつから始められるかということも現在調整中です。ですからまだ具体的に、どこでいつからということはまだ決定しておりませんので、今しばらく調整が必要だというように思います。もう一点なんですけども、広域ワクチンの接種センターですね、先ほどアテンションセンターと現実動画という形であったんですけど、6月中旬が設置の規模だったと思うんですが、この日程のズレとかは。はい、今のところ6月中旬から、15日前後から稼働できるようにということで、その体制を進めています。
他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。京都通信さんどうぞ。共同の西山です、はい、慰霊の日に関してなんですけれども、昨年は被爆地の広島、長崎からビデオメッセージ、あと国連の中道さんからももらったと思うんですけど、今年も同様にメッセージを、くださいというふうにお願いしているものなんです。これは今のところ今年は予定はしてないというように思います。宮古島西田と申します。あ、はい、よろしくお願いします。水戸空港の PCR の件なんですけども、これは希望者ということでしたけれども、特にそこは数に制限なく、希望者全員が受けれるという、いや数はですね、ちょっと報告してください。国が想定しているのはですね、宮古空港、市内市内市内空港でそれぞれ100本程度、それから宮古空港と下西の空港でそれぞれ100件程度、それは1日ですか。はい、それから下西の空港が50件程度となっています。先ほどちょっと当初という話したんですが、あくまでもその航空便を利用してこの空港を出発したり到着したりする人が立ち寄っているということですので、その他の希望者ということになります。ありがとうございます。もう一点お願いします。最後に知事、先ほど質疑の中で、その緊急事態宣言が1週間経って、なかなか数が減ってきてないと、もうしばらく様子見る必要があるというところではあるんだけれども、このまま下がらない状況だとすると、さらに強い処置を打たないといけないというお話されました。このさらに強い処置というのは、大体、どういうふうな、処置を、イメージをお考えかというところで、現時点でお願いします。今日の対策本部では、特にその、強い措置の内容については、具体的なことは出ておりませんでした。ただ、やはり取りうる措置については、我々も、想定しうる限りのことは対応を取っていかないといけないだろうと思っていますので、その中で、具体的な措置についても、協議をしていかなくてはいけないだろうと思います。いろんな場面でいろんな措置を必要とすることもありますので、それが、どのような措置になるかということは今のところ、まだ決定はしておりません。それは、選択肢としても上がっていないという状況ですか。いえ、私は選択肢としてはあると思います。数字が下がらない以上、何らかの措置を取って人流を抑制しないといけないということがやはりはっきりしてきますので、そうであればそれに向けた措置をしっかり取らなければいけないだろうと、そしてそれを県民や業者の方々にもまたどのような形でお願いをするかはまだ分かりませんが、やはり協力をお願いすることになるだろうと思います。その選択肢というのは現時点ではどういうものがあるか、まだはっきりしておりません。はい、よろしいでしょうか。タイムさんどうぞ。すみません、先ほど県外からの要人の件、質問は共同通信さんでしたっけ。6月23日、ごめんなさい、チームさん。すみません、まだその要人の件については決定はしていないんだそうです。ただ調整中だけど、おそらく去年と同様になるだろうというような状況です。ですが、まだ決定ではありません。多分、縮小せざるを得ないだろうということで。はい。先ほどの質問の回目なんですけども、その県民へのさらに強い措置というのは、例えばその、一般県民からすると、今現時点でかなり、強い、措置が出されているという認識だと思うんですけども、さらにその強い措置となると、やっぱり皆さん、そこにどういったものがあるのかというのがすごく気になると思います。一時はここから決定はしないと思うんですけれども、市の中で考える、例えばこういうものがあるというものがあるとしてください。人と人との接触する機会を今よりもっと少なくするということですね。そのために取りうる措置ということになると思います。ありがとうございます。普通の視点からなんですけども、今日この時間の会見は自律神経の法案を発表する予定でした。はい、で今日の進行推進委員会で法案を決定されていると思うんですけれども、
新県も今後の10年の沖縄のことを考えると、県民にとっては非常に重要な計画だと思うんですけれども、今日、草案を決定して、今日ではなく、明日、一日出した発表になるということは、私からは県民の皆さんになお一層感染防止対策をしっかり取っていただかないと、この数値は非常に厳しいということをしっかりお伝えしたかったということです。ですから今日の振興系審議会では、その草案が決定しましたので、その決定したことにつきましては明日、しっかりと会見をさせていただこうということで、こういう重要な会見が2つつながらないようにというように配慮したものであります。沖縄テレビの方、どうぞ。沖縄テレビの方、よろしくお願いします。またコロナ関連に戻りましたので、記事が読み取った認証制度についてお伺いしたいんですけれども、はい、宣言解除後からですね、ちょっと PR していきたいというような話がありましたが、その認証を受けた店舗のですね、優遇措置、インセンティブとして、手としてどのようなものをお考えか、伺ってもよろしいですか。今の段階では具体的に例えばプレミアやクーポンをつけるかというふうなことはまだ話はそこは進んでないんですが、しかし感染防止対策がしっかり取られているということは県から、強くアピールしていきたいと。でぜひそういうお店をご利用くださいということで言えるので、これが少しずつ社会経済を動かしていくためのステップになっていくだろうという期待を持って、ぜひそのような認証制度にも申し込んでいただいてですね、安全安心のお店ですよ、場所ですよということを一緒に PR できればなと思います。各県でこうした飲食店の認証制度が進んでいて、福井とか千葉とかではですね、認証制度店舗が時短要請の対象外、いわゆるお店を開けていいというような大胆なことをされておりますけれども、そういった今の数値ではそれは非常に難しい選択だと思います。ですから緊急事態宣言はしっかりと抑え込む、それができなければ夏はありません。前回も申し上げました通り、本当にこの夏沖縄が沖縄らしい夏の暮らしをにぎわいを取り戻そうというのであれば、やはり徹底した感染防止対策を全ての県民や沖縄に来られる方々にも同様にやっていただかなくてはいけないということに尽きると思います。よろしいでしょうか。ございますでしょうか。どうぞ。ヤグマニシの場所と申します。全国的には感染のレベルが落ちてきている中 で、まあ、東京とか北海道も落ちてきている中で、そして沖縄だけが、沖縄だけではないかもしれないけど、沖縄で感染が今拡大しているので、どういうふうな分析されているか。さまざまな要因が考えられると思いますが、例えば、人の交流が盛んだということもあるかもしれませんし、あるいは県外からの移入例、あるいは県民が県外に出て行って持ち帰ってきてしまったという例も、ありますし、さらにはやはり一番今脅威なのは変異株への置き換わりです。 N501Y 変異株への置き換わりはもう90% まで来ているという数値まで上がっています。ですからその変異株の置き換わりの速度と感染拡大の速度もまた比例しているのではないかというような見方もありますので、さまざまな要因が今の状況と重なっているのだというように思います。より強い措置というのはそれを、沖縄の要因を感染のルートは、一番最後のモニター出してください。飛沫とマイクロの接触のやつです。やはり接触や飛沫とマイクロ飛沫で感染するということが分かっていますから、つまりそういう経路を塞がなければいけないということですよね。だからそのための措置はどういうものがあるのかということをさらに考えていくと、さまざまな場面での人流を抑制するということや、あるいは施設を利用することを控えるということなどなど、つまり接触しないこと、飛沫を浴びないことということを
基本に考えると、おのずとそういう対策というのは、まあ、いろいろ考えられるだろうというように思います。ですから、そこはやはり科学的にしっかりと対応できるように、我々は考えていきたいと思いますし、この数値から見ても、どの世代にやはり広がりが進んでいるのかということも含めて、どのような形で呼びかけるのかということも、大切になってくると思います。ちなみに今日の142名のうち10歳未満が12名、10代が21名、これ中学生高校生ですね、主にね。で、20代が20名、30代が24名、40代17名、50代17名と、どん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 子どもたちに感染が広がっているということです。これはおそらく子どもたち同士でうつる環境よりも、おそらく大人が家庭内に持ち込んでいって大人からうつっているという、そういうことも考えられるわけですね。そうすると大人の皆さんの行動もどのように抑制をしていただかないといけないのか、そして子どもたちにはどのように呼びかけて注意をしていただかないといけないのか、それぞれにやっぱりしっかりとメッセージを伝えていかなくてはいけないと思いますので、それも対策本部会議でしっかり議論をして検討していきたいと思います。先ほどから少し出ていますが、悪化した場合の懸念というのはより強い措置というものの中にですね、子どものことも今先ほど知事もおっしゃいましたけれども、学校のまた休校とかそういうことまで視野に入ってくるんでしょうか。私はあらゆることを想定しなければいけないと思います。なぜならここはやってここはやらないというふうなことになると、それは果たして感染が抑えられるのかどうかということを感染症の専門家会議の先生方からも意見を聞かなければいけないだろうと思いますし、今本当に効果的なそのさらなる強い措置はどういうものなのかということは、やはりしっかりとさまざまな要因から分析し判断をしていかないといけないのではないかと思いますが、私はまあ、あらゆる場面においてあらゆる分野においてそれはしっかりと、まあ、想定内というか、何をやって何をやらないということではないのでだろうと、より強くそこには要請をかけていかないといけないというところがはっきりしてくるんだろうと思います。そろそろお時間ですがよろしいでしょうか。はい、じゃあ最後にどうぞ。はい、今の関連であのあらゆる手段の中にですね、いわゆるその、まあ都市封鎖っていうようなことも踏まえて、まあ検討していかないといけない状況も発生する可能性もあるかというところについては、市どのように考えますか。それはまあ市町村とよくよくお話をさせていただかないと、私の権限ではそれはありませんので、ですから、そこはまあ、どういうふうになるかということは今後の状況次第ですが、ぜひそこまでいかないで感染拡大を食い止めていくと、その方向で県民一体となって取り組んでいきたいというように私はそう願います。お時間になりましたのでよろしいでしょうか。ではこれで本日の会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。